横浜地方裁判所は神奈川県横浜市にある日本の地方裁判所の一つで神奈川県を管轄している。略称は横浜地裁。相模原、川崎、横須賀、小田原に支部を置いている。本庁のほか、相模原支部、川崎支部、横須賀支部、小田原支部の4つの支部を横浜家庭裁判所との地下裁支部として設置している。内には 横浜簡易裁判所、神奈川簡易裁判所、保土ヶ谷簡易裁判所、川崎簡易裁判所、相模原簡易裁判所、横須賀簡易裁判所、小田原簡易裁判所、鎌倉簡易裁判所、藤沢簡易裁判所、平塚簡易裁判所、厚木簡易裁判所の11の簡易裁判所が設置されている。また、館内には、横浜第1第3、横須賀、 小田原の5つの検察審査会も設置されている。旧建物は1929年の春工で神奈川県庁のデザインを参考にしたとされる。横浜市認定歴史的建造物として認定されている。現在の建物は2001年に新築されたものである。景観に配慮し、近隣の横浜第二合同庁舎と同様、中央に高層棟、周囲に 旧建物の外観を復元した低層棟を廃した造りとなっている。この際に旧建物の売信法廷が東院横浜大学内に移築されている。神奈川関西ほどがや関西本庁相模原支部、川崎支部横須賀支部小田原支部ただし行政事件、相模原支部管内の合議事件は本庁でそれぞれ取り扱う。小田原支部管内の裁判員の参加する。 刑事裁判は同支部で行う。ありがとうございます。